なんで、今日はね、ヤクルトとカープ。そうなんだよ。これも前回の終わりの方で言ったけど、くしくもあれなんだよな。くしくも日付も近けりゃ、日付も近けりゃあれだからな、試合にても近いっていうね。うん。リアルでは2023年9月で、まあ、ゲーム内プロ野球スピリッツの2024年9月だから、実際2024年多分こういう試合日程じゃないんだけど、リアルの阪神とかなり近くてね、この次のこのヤクルト3連戦、甲子園球場でこのヤクルト3連戦を迎えて、それが終わったらね、マツダスタジアムで、カープと3連戦っていうところで、もうヤクルトがね、リアルとね、このプロスピ内の、まあ、阪神の違いとしたら、もうリアルで戦う相手が、巨人で、こっちがヤクルトっていう、ただそれだけなんです。はい。それぐらいね、かなり近い。なんかよくわからんけど近いことになってるんで、もうリアルの阪神に負けないようにね、まずヤクルト戦、とりあえず 3立てですね。うん。今マジック6なんで、まあ、全部勝つぐらいの勢いなら、さすがにあれできるかなと。まあ、全部勝ったらできるか。まあ全部勝ったらできるんだけど、まあ、少なからずカード勝ち越しを決めればね、だいぶあれには近づくかなと思うんで、今日も今日やっていきましょう。ただ相手先発がね、昨日好投したね、西くんというところで、はい。ヤクルト西と書いてますが、これがね、阪神タイガース西勇気なんで、まさかね、こう西くんがね、壁になるとは、正直思ってなかったですけど、ちょっとね、やっていこうかなと、思います。球団史上最速はえぐいわ。あんだけ歴史あって、あんだけ優勝してるチームなのに、何しとるんかね。先頭出すなよ。おお、三塁行かれるぞ。おいおい。おい。バッターランナーは三塁まで進みました。何をしとるんかね。ここはうまく弾き返されてスリーベース。リアルの阪神がさ、最速でどうこうとか言ってる暇にさ、打たれんじゃねえよ。できれば三振を取りたいですね。ここは高めのボール、タッチアップされるんじゃない。これ近、肩弱い弱い判定されてるぞ。ほら、タッチアップ。あー、惜しいな。地下舐められてんだよな。先制点は犠牲フライで。こんな肩弱くねえし、近本。地下が舐められすぎてる。アウトコース打ちました。地下の肩を、まあ肩強い方じゃないと思うけど、地下の肩を強くしてください。肩いいはないよ。41のいいなんかもう F 寄りのいいだからな。なるほど、そうですね。まあただあいつあヤクルトもあれなんかな、ストライク先行狙いできてんの。もしかしていいよ、じゃあ好き勝手打ってよ。じゃあもういいよ。まあここはストライクからボールになる。打てよ、じゃあ好き勝手。そんな積極的というかストライク先行狙うなら打てよ。じゃあもういいよ。なえたわ。ああ、もうなえた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 。森本もなんかこの最初よかったけど、なんかどんどん打たれてんだよな。はい、ゆうすけ。ゆうすけ、素晴らしい。とゆうすけ、それでいいんだ。ゆうすけ、じゃあその、じゃあ2回の表の1点悔やまれるな。じゃあ、じゃあ悔やまれるよ。さすが男ゆうすけ。もう盗むなよ。西君カットして、西君お願い、西君カットして。ナイスナイス。なんなら西君がカットして振り返って2塁投げてもアウトやったかもしれん。なんならそれぐらい高部のスタート遅かったわ。いやー、これは大きいですよ。どうもやー、俺たちはそんな簡単に負けねえぜ。ちょっと昨日は梅ちゃんが散々チャンス潰してたけど、今日は智也だからな。4番の大山が入っています。ゆうすけ、ゆうすけ、なんて頼もしいんだお前は。あれ目指してるやん、ユウスケが一番。ちょっとしみるな。ユウスケが引っ張るのはちょっとしみるな。こんなマジック6っていう大事な時期にユウスケが一番引っ張る。それはしみるな。ヒットエンドラン連投って。どういう采配してんの？テール。テールすぐタッチできたやん、今。何をしとんの、お前。おぉ、遅えよ、振り抜きがさ。テール交代です。テール交代。
あんな守備見せられたらダメだわ。よかったな、テル抑えてくれて、則本が。テル交代です。あ、テルこっち来なさい。はい。もうテルは打ってほしいからちょっとね、大事にしたかったけど、あんな守備見せられたらダメよ。そんな甘くないよ、うちのチームは。あそこでタッチアウトできなかったのはちょっと論外だわ。そんな甘くない、うちは。いくらテルアキがリアルで頑張ってるから、俺もテル好きだし、打ってほしいなって思いはあったけど、ちょっとあのプレーは見過ごせないな。パパーパパ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 、夢と続く道。素晴らしい。やっぱヤクルトと相手に打つテツトが一番好き。サンタナ変えてんだよな。まあまあ、でもサンタナ怪我しやすいから。和田くん打つしね。ここの和田くんの一本でかいよ。サンタナにしとけばなーってみんな思ってたから。ここで和田くんが打ったらもうバンバンザイよ。サンタナも休ませることできて、得点もできて、素晴らしい。これフォアボールあるんじゃないか。押し出し歩きするぞ。ほらね、なめるなよ。何試合やってると思ってんだよ。また梅ちゃんや。いいよ、どんだけ満塁でくんのお前は。なあ、軌道を合わせたら4回目ぐらいじゃないか、満塁。今日は打てよ、梅ちゃん。梅ちゃん、まあ、ゲッツーはないな。まあまあ、まあまあまあ、いいでしょう。まあまあ、それでいいんだよ。満塁ってそれでいいんだよ、梅ちゃん。それすらできてなかったんだから。冷静に。これでスリーアウト、試合終了になりました。タイガースが勝利を収めました。試合時間も短め、テンポが良かった。サクサクとかと、これは勝つしかない。素晴らしい。ジェラード持ってくれたんじゃない、安定してるし。お、いいね。で、西純也は完投と、1失点完投。素晴らしい。森友や山田哲人、マートンと。いいね。巨人が負けてると。巨人さん。あれれ、2位のチームが負けてね、1位のチームが勝ったら、マジックって2個減るんですよ、巨人さん。大丈夫ですか、ご存知ですか。ほんとあれだな。くしくも、マジでジャストだな。リアルな阪神と。ここ2試合もあれだからな。ここ2試合か。ここ2試合も結局だって、阪神が2連勝してカープが2連敗したからマジック4個減ってるからな。すごいな。くしくもリアルに中止だ。これで巨人が負けたら、この甲子園球場で優勝ができるということ。テルアキ絶好調いいよ。テルアキ、リアルでも右中間じゃなかったかてか。おい、テルアキ。テルアキ、しかもなんかちょうどリアルのホームラン数にも近づいてるやん。テルアキ。テルアキっていうかもうプロ野球スピリッツってすごいんだなって思うわ。やっぱ、なんかリアルの野球とリンクするんだよな、結局。おぉ。テスト取れたって、今もうテストがヤクルトのスパイになってる。テスト今取れたやん。何してんの、テスト来い。取れただろこれ、どう見ても。テスト、そうですよね、ボール自体はね決して悪いものじゃなかったですからね。ここで逆転、どう考えても取れたよ。もう取れたと思ってるから、サンタナもなんか遅れてるやん、初速が。入れ、いらん。守備で怠慢するやつはいらん。
さあバッターボディの警戒をかいくぐって、またもジェラード信じよう。スクイーズでもよかったけど、この盗塁は大きいですよ。最低限じゃないね、もう最高。犠牲フライかと思ったけど、さすがマートン、さすがマットマートン、分かってる、打つべきタイミングを分かってるわ。一瞬犠牲フライかなと思ったから最低限つったけど、完璧やね、素晴らしい。ここどこどこ山か、持ってるな、行くしかねえよ。ここで155、ここ少なくとも犠牲フライは打たない、少なくとも犠牲フライ。でかい、この1点はマジででかい、この1点はマジででかいよ。リアルでは今日満塁ホームラン打ったらしいやん。どうよ、テルアキ、ここは中間守備ですね。冷静だ、めちゃくちゃ冷静だ。ごめんごめん、満塁ホームラン 打てよとは言わんかったけど、よかった、冷静で打たなくていい。変に力んでアウトなるのが困るから打たなくていいです。チャンスが続き満塁の場面、まあこの流れで追加点を友谷が打ってもいいよ。うん、なるほど、そうですよね。いやー、今いい打球だ、セカンド取った、一塁アウト。これができんだもんな、友谷は。9回、甲子園がでワンアウトだから、ワンアウトってなんか起こればさあ、ま、一緒だ。さてバッターの村上、どういったタイプのバッターでしょう。変化球、詰まり詰まりやね。一塁アウト、一球来たぞ。大きな歓声が湧きます。これが来るなら巨人は負けてます。巨人3連敗です。これが入るってことは多分巨人負けてます。梅津、入りは気をつけた方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。ジョアイラが男やのが行くわ。一生かかった試合でね、ちょっとだいぶ緊張感はあるけど、もうこの1年間やってきたこと信じてね。俺らも信じてるし、もう岩崎も自分で自分のことを信じられるだけの成績残してる。大丈夫。外の球打った、いいよ。外が抑えた、一塁へ、一塁アウト、これで3アウト、阪神タイガースリーグ優勝を達成。おめでとう。あえてはしゃぎません。3連勝で決めた。リアルな阪神も3連勝で決めよう、この甲子園という舞台で。明日多分カープ負けるよ、うん。このゲームの中で2位だった巨人が3連敗したんだもん、で阪神が3連勝して優勝決めたんだもん。明日カープ負ける、そして阪神は勝つ。3連勝して決めよう、甲子園で決めるとよかった。まあ、優勝して当たり前だからな、はしゃぎはしません。優勝して当たり前なんで、優勝やったとかじゃないです、当たり前なんで。めちゃくちゃ補強してんだもん、勝たなきゃ。阪神リーグ制覇関係ない。さあ次はクライマックスシリーズだ。いいね、3連勝フィニッシュだ。俺たちはマツダに行く前に優勝した。リアルな阪神も優勝してくれ。俺たちはマツダに行く前に優勝した。